小学校6年生にして平均球速が120キロを超えてくるスーパーキッズ VS 特産 TV。 左のトルネードサイドや右の本格派右腕など様々な投手と対戦。子供たちは実力を見せつけるか、いやいや特産 TV が大人の意地を見せつけるのか。というわけで、おとといより配信しております NPB ジュニアトーナメントに出場した子どもたちの練習会企画、第1弾は守備編をお届けしました。第2弾はバッティング編をお届けしました。そして今夜第3弾、 NPB ジュニアの投手たちと特産 TV のガチンコ対決の様子お届けします。対決したいって子供たちが言ったら、我々がしたいわけですね。なるほど。打つからね悪いけど、その全国大会かかってる大会で、はい、相手ピッチャー小学生出てきたとしようや、はい、手加減しないもんね。しないですね。打って全国行きたいもんね、俺らもね、はい。ここから小学生に対してマジ打ちまくります。大人の映像が流れますので、苦手な方どうぞ歯を食いしばってご覧ください。まずは東京ヤクルトスワローズの高橋龍吾選手と対戦。これセーフティー来るから、セーフティー。うわすごい。うわー、ファールボール。おお、いいよ、根っこも使っていこう、根っこも使って。おーかー、おーかー。あ、センターフライか。超えた、超えたどうね、大人の力。誰がいいバットやったよ。いや、ほんといいバットだったな。シャープに打った。ナイスボール、ナイスピッチャー。また待ってるよ。特産 TV 全開です。さあ続いては読売ジャイアンツジュニア岡本優斗選手。このピッチャー非常にクレバーです。刺されてます。お、リズム変えた。リズム変えてきた。1球目と2球目モーションを変えて投げ込んでくるという、こういった引き出しがあると今後伸びそう。あー、ナイスボー、ナイスボー。ツーストライク。あ、嘘。しかし、あ、クイック、あ、クイック、あ、クイック打ち返した。おっしゃー、来ると思った。レガシーとか言ってこうなんすよ、全部マジこう来るっていう。あ、じゃあ三遊間狙いね。はい、イエーイ。うわー、もう一回打ち。そして直後の一振り。うわー、うわー、真剣勝負を挑まれましたので真剣勝負で答えております。さあ続いては読売ジャイアンツジュニア左のエース大橋瑛太選手との対戦。ハイパッチことごとく長打、ジュニアキラー襲名。これ最高のクロスファイヤーなんですけれども、この日のライパッチ、この日のライパッチというか、まあシーズン中も何卒よろしくお願いします。本当に。さあ続いて徳さん。あー、やばい。完全に打ち取られた打球でしたが、ポテンヒット、まあピッチャーの勝ちでしょう。さあ続いて読売ジャイアンツジュニア石原優里選手。このピッチャー実は左トルネードサイドという今後非常に注目の一人。ただライパチ相手には、
いや神がかってまーす。絶好調や今日。絶好調すぎるお前。すいません、初めて見ました。何がこんな打つの。いや俺もしかし石原投手対左に対して持ち前の実力を発揮してきます。わー、足だ。ここはショートゴロ。クイックの外ストレートのちょいカット、はい、しかもあの今普通にクイックしたかと思ったらクイックして歩幅激狭っていう、あ、引き出しがね、極力速いっていう。そしてこのアウトをきっかけに小学生たちの逆襲が始まった。続いてのピッチャーは東京ヤクルトスワローズジュニア、武藤かなと選手。インコース厳しめのボール、ファールを打たそう。アウト、はい、空振り、三振、お見事。さあ続いて右のエース、安定感抜群、ジャイアンツジュニア谷口選手です。このピッチャー非常に完成度が高い。ああ、ナイスボール。ああ、ナイスボール。いいスラだな。ああ、何もの。谷口投手、力ガチ。続いて徳さんに対しても。ああ、ナイスボール。バランスいいな。確実見せるもライトライナーアウト。続いても読売ジャイアンツジュニア、金替隼人選手です。スピン量と綺麗なバックスピンが持ち味のこのピッチャー、実は本職はキャッチャーで、本職キャッチャーのピッチャーっていうのね、非常にいいボール放りますからね。わー、入ったな。回転いいね。伸びてるかな。あはあ、力のあるストレートで空振り三振、ナイスボール。回転数と回転軸すごい綺麗。あれ、なんか珍しい空振りの仕方。シンプルに早いっすよね。体感はやっぱ140ぐらいには感じます。最後は完全に打たされてセカンドゴロ。ナイスピッチング。ナイスボール。ナイスピッチャー。続いては埼玉西武レオンズジュニアの小林祐希選手。実はこのピッチャー、元旦のお届けした動画でも対戦した様子をお届けしましたが、非常に完成度の高い、そして引き出しの多いピッチャーでございます。2回目の対戦。お、え、変化球あるよ。いいよ。中学進学に向けて変化球を覚えたらしい。一体何を投げるのか。うわ、ナイスボール。ここまで2球連続ストレート。果たして変化球は嘘か。と次のボールでした。なんと小林選手が投げたのはナックルカーブとのこと。かなりキレはありました。ちなみに特産 TV の前健さんとのコラボ動画を参考に学んだらしい。センスか。
ああ初級つまり確かに少しキャッチャーは冷静かもしれない。わあ、おナイスウォー、あれ見たと刺されるな。ブラーソブラーソかっやばあ、今あ、違う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 、あ、見たな、俺の勝ちかもしれない。いやいやというわけで対戦した子供たちと少し雑談をしました。やっぱ違う、めちゃくちゃ作って打たれる気しかなくてそうか、楽しかった、楽しかった、緊張しました。そうか、大会より緊張しました。そうなの？それはマジマジ。どこで覚えたのあれ？YouTube YouTube でナックルカーブ。対戦していただいた子供たちのみんなありがとうございました。ここにいる子供たちだけではなく日本全国の少年少女が楽しく元気にプレーすることを我々特産 TV は心より願っております。また一緒に野球しましょう。